それが長男の出産ね、うん、いや妊娠した時はビビったね。それ結構なんて言うんだろう、うん、ようやくできたって感じになった。あ、それそれそうです、そっちです、そっちです、うん、ようやくできたなっていうところで、ずっと欲しかったから、うん、欲しいから結婚したみたいなところもあったし、だからうわようやくできたと思って、うん、とともに不安もあって、うん、想像がつかない育児に対して、でいろいろと情報があふれ返ってるから、えこんなこともあるんだとか、えあんなこともあるのとか、いろいろこう想像が膨らむ勝手に、それで不安になったりもしてた。でも楽しみは楽しみだったよ、やっぱりね、どんどんお腹大きくなってって、うん、最初優しかったのよね、だから妊娠中も、うん、荷物1個もさ、持ってあげようか、うん、みたいな、うん、後からどんどん慣れてきちゃって、自分のものは自分で持ってねみたいな、あもうお腹大きくなってきて、もう妊娠という関係にも旦那さんも慣れてきて、タレント早いなと思ってとかあったけど、優しかったよ。もう出産の時なんかもう大変で大変で、もう18時間ぐらいかかって、超痛いのね、あれ。なんなのマジで。いやいや聞いてないよってとこ感じだった。聞いてないよこんなみたいな、いや聞いてないんだけど、聞いてないんだけどみたいな感じだったよ。でも騒ぎすぎたかな、長男出産の時は。痛ーとかって言ってたから、うわーなんか痛い痛い痛いなーとかっつって先生にちょっと怒られた。うるさいじゃん。うるさいは言われないから、うるさいよなんて助産師さんは言わないよ、あんたじゃないんだからそんな人いないよ。普通に、うん、騒ぐ方が痛いからお母さん頑張って、呼吸して呼吸してって言われて、りょうちゃんは立ち会いました。でも全然本当出てこなくて、長男は。だからあとん1時間待っても出てこないんだったら帝王切開になりますっていう話をされてたみたいで、私は知らなくて、でりょうが戻ってきた時も頑張って頑張ってって汗拭いてくれたりとか、なんかいろいろ頑張ってくれました。懐かしいね、思い出しちゃうよ。で出産後病室戻って、もう出血がすごすぎて貧血起こしちゃって、うん、もうね気持ち悪さと前が真っ白になってやばかったんです、うん、でやばいっつってこうゆっくりになったらお腹空いてきて一気に、うん、懐かしい。そう、それでりょうちゃんにごめんだけど今すぐカツ丼買ってきてっつって、おカツ丼超食ったの覚えてる。へえ、やっぱ体力使うんだね出産って。それまで何にもいらなかったのに痛すぎて。あのね、まず陣痛来たの夜、うん、で長男がまだ1歳、うん、だから1人じゃもちろん入れないじゃないですか、うん、で妹が近くで働いてたので、うん、妹が来てくれたんですよ、うん、じゃあ私見てるから病院行ってきなっつって、で病院行く時に台車だったわけ、うん、その時車壊れちゃってて、うん、台車が本当台車だねってくらいオンボロだったわけ。だから行ってんのにガン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 しちゃうの。それ超辛くない？マジ超辛くて、病院までの道のりが。で、痛い徐行してみたいなこと言ってんだけど、徐行できるわけないじゃん。いや、もう無理だよとか言いながら、無事に病院着いて。で、上の子の時よりも、なんか冷静だったんだよね。少し、あこんぐらい痛いよね、そうだよねみたいなのなんか思い出しながら、そういえばあの時先生に、あの時の先生は黙ってろ黙ってろって言ってたなとか、でマジ無言でずっと。この話するとねイライラしちゃうんだけど、で寮に痛いって言ったら押してねって腰をって言ってたんですよ。で何回かやってくれて、で痛いって言ったら何のアクションもないの。はぁ、あ、まさかこいつと思ってパッと見たら寝てんのお前嘘だろってこの状況で寝れるのいるみたいな。寝れなくないですか？
嫁さん痛い思いしてマジで寝落ちしてんの。ですげえムカつきすぎて、もうこいつこの野郎と思って、もう起こすのやめようって、私一人で寝るかと思って起こさなかったの、もういいやみたいな。で助産師さんが今井さんどうですかって入ってきた瞬間に、大丈夫こいつこいつ本当ムカつくなと思って。でその時深夜3時とかだったんです。ってことは病院内誰もいないんですね、受付とかも。で車椅子でじゃあお母さん移動しようかって言われた時に、いやもう走りますって言って全力疾走、分娩台まで。すごノーパンで。やば。え、ノーパンでいいよって言われて、マジでいいですか、超ダッシュ分娩台まで。でも全然喋ってられるの、冷静だから、もう騒がないだけでもこんなに違うんだってあの時思いましたね。そう、長男の時と全然違かった。うん、もうあっさり出てきましたね。一回引っかかったけどね、最後引っかかって、あれがやばい、あれなんなのあれ引っかかっちゃうのって感じ、マジ言ってーの、マジでこれがここに引っかかってる感じ本当これ本当に。で一回の時にお父さんの顔見てお母さんって言われて、でパッと見たんだけど、さっき寝てたのが浮かんで、こねろーと思って、もう見てもうあーみたいな感じだった。でその後すぐ生まれて、可愛かったね。次男坊は生まれた時と顔が全く変わってない、未だに。あ、そうなんだ。うん、全然変わんない。量っぽいよね、本当に寝落ちしちゃってたのびっくりしちゃった。まあでもそんな量に安心はするんだけどね、こっちがテンパっちゃってる分、こいつはもうのんきだなって思う、その気持ちだったりも多分冷静にさせるんじゃない、自分のこと、もういいや寝かしとこうって思ったし。うん、マジ大変だったよ赤ちゃんの時は。赤ちゃんと赤ちゃんがいるからさ、家に公園で授乳してましたから私、公園で。あの時はね、ごめんねって思いながら授乳してた、次男に対して。こんなとこでおっぱい嫌だよねって思いながら、でも長男遊ばせないとストレスすごくなっちゃうから。でもそういう時はやっぱママ友、周りのお友達、同じ環境にいるお友達たちが大変さも和らげてくれたから、うん、だからその時は旦那さんとかっていうよりかはお友達が大事だったかも。特に本当同じ環境の、うん、うん、似てる環境の方。うん、いや本当にね、よく頑張ってくれてると思う。子供たちがすごい可愛くて大事だっていうのはすごいよく言ってて、でまあ特に赤ちゃんの時なんかもう手しかかからないじゃない、まあ、今もそうだけどおむつ替えたりとかいろいろ手伝ってはくれたかな。でもその時私もがっつり専業主婦だったから仕事しない、してないし、だからほとんどは週末ぐらいだったかな、寮が子供と一緒に遊んだりとかなんなりってなるのはね。いやー神でしょ、あんな男はいない、よく言われますよママ友にも、うん、ほんといいねりょうちゃん、あんな協力してくれる人いないよとか。まあ土日私どっちかは絶対仕事行くし、その間も丸一日中見てるのはりょうだし、りょうのおかげで学んでることってたくさんあるんですよ、子供たちもきっと。私がいない間にじゃあなんでママがいないんだろうね今日ってさ、ママどんなお仕事してるのとかさ、いろんな会話をしてくれてるから子供もよく理解してくれてるし、私は尊敬してます。私のことは尊敬してないと思いますけど、私こんなんなんで。してない、え、聞いたらしてないって言いますかね。わかんないよ、だって私適当だからさ、わかんないよどう思われてるか。あんま聞かないで、りょうちゃんにそういうことは、いつか聞こうかなと思って。お願いだから聞かないで。私にとって旦那である今井亮とはかけがえのない大切な存在です。拍手。